はい、皆さんどうもこんばんは。ゆうゲームチャンネルです。今回もロストジャッジメントの続きをやっていきたいと思います。前回言った通り、本当はねサイドケースの電波探偵の続きをやっていこうかなと思ったんだけど、どうやらねダンス部の方で西園が部室にいないと進められないってことがね途中やってて分かったんで、ひとまずダンス部のユースドラマをできるように、アピール力をレベル5まで上げようということで、で、アピール力が上がるのが、このガールズバーなんで、ガールズバーをやっていこうかなと思ってます、今回は。であと前回はメインストーリーを進めてって、間宮ゆいから、殺人事件と痴漢事件のアリバイなど、いろいろ裏をね、取ることができて、で、それを元ネタに、拘置所にいる、江原さんにね話をしようかなと思ってるのが今メインストーリーの流れなんですけども、ちょっとね今昼間でできることとかがあるので、そっちをできるようにやっていこうかなと思います。でとりあえずガールズバー行くか。こんな時間から入れんのかな。チャージ料2000円払って入りますか。入れんね。昼間からガールズバーってやってんの。てか知らんけど。いらっしゃい。わこんな感じで始まるんだ。おエミリちゃんいるじゃん。エミリちゃん話そうぜ。エミリちゃん。何？今忙しいからまた後でね。相手にされてない。うん、今興味を持たれてないみたいな。また隙を見て話しかけるとしよう。マジか、また春子しか相手ねえのかよ、こいつ。で、これ森さんでガールズバーについたら俺について、俺に聞けよみたいなこと言ってたな。森さん？森さん？森さん、森さんに話しかけらんない。森さん、何か聞きたいことはあるかな。ボイスあんだそこ。いや特にねえな、やめとこう。いつでも聞いてくれたまえ。その帽子取った時はお前は絶対ハゲてるだろうな。ほら春子と会話するしかねえんじゃねえの。八神さん、八神さん何しますか。とりあえずなんかね好きなのこれっぽいんでドリーミーベリーを頼んでおきましょう。でまあこの辺の話はカットしようかな。これ春子の顔腹立つんだよな。なんか乾杯。失礼か。乾杯じゃねえよ。昼間からこんなにみんな暇なの。ギンギンに冷えてやがるみたいな、やめろ。みなぎってきたぜじゃねえよ。まあこの辺はもうねスキップでいいかもしんない。ああまたたわいもない話してる。でね、ゲージが溜まるとなんかサイドケースが発生するみたいだから、それをね、またかよ。もうここは飛ばしてもいいな。前回見したからね、ここは。お、やったー。やっとゲージが上がった。これで多分ね、サイドケースが始まると思うんで、一回多分店から出たら始まるのかな、これ。どうなんだろうね。一回出てみよう。店出てもう一回採点するととかなのかな。一回お店出よう。ごちそうさま。ごちそうさま。ありがとうございました。昼間からやってるガールズバーって珍しいな、本当に。ここ以外ないんじゃない？普通に考えたら。いらっしゃい、八神さん。お、なんか始まった？どうなんだろう。あ、なんかこれサイドケースっぽいね。いきなり、なんか始まったな。八神さんもすっかり常連ですね。ああここに来れば、春子ちゃんに会えるからね。俺全然タイプじゃねえんだよな。気がついたらハマってたよ。でもこいつもそう思ってねえだろうな、多分。こいつ悪い男ですよ、思ってないのに思わせぶりな感じしちゃってよ。それが本音なら嬉しいです。もちろん本音だよ。それより俺は春子ちゃんの本音が知りたいね。春子ちゃんちょっとカエルに似てるんだよな。失礼から。それはさすがに失礼すぎるか。え、私の本音？はるこちゃん意外と自分のことを喋ってくれないでしょ？あれ？そうですかね？あ、女子大生で趣味や旅行、お酒に強い。俺が知ってるはるこちゃんの情報はそのくらいだ。それじゃ足りないですかね？まあ、あんまり自分のことをオープンにしない子ってのは好かれないからな。あ、もっと深い本音の部分を聞き出したいね。例えば、好きな男性のタイプとか、お前な、彼女できたばっかりだろ。おい。そんなこと聞くんじゃないよ。てかもう彼女いねガールズバー来ていいのか。そもそも。みなとちゃん怒んない大丈夫。理解のある女？これも仕事の一つだし仕方ないですよねみたいなこと言わない大丈夫かな。
俺港を泣かせるような男になりたくねえよ。うん、だとするとちょっとお酒が足りないから、うわ、そうやって飲ませて何する気よ、まったく。あは、なるほどね。それじゃたくさんお酒を頼まざるを得ないな。おーおーおお、勝手にお金減ってったんだけど。うわー、サイドケース始まった。春子の物語。どういうサイドケースに繋がるんだろう。うん、美味しかった。あんまり酔ってねえな。すごいな。軽く4杯いっちゃった。まだまだこれからですよ。八神さんもどうですか？もう4杯ぐらいじゃねえ。ああ、でもカクテルって強いからな。いただくとするよ。ごちそうさま。マジでケロッとしてんな。ちょっと酔ってきちゃったかな。ちょっと。ちょっとです。お、珍しいね。大丈夫？お前酔わせてどうする気だよ。家神探偵。うん、まだまだ大丈夫。あ、全然大丈夫だそうです。どんだけ強いんだよ、酒。さすが、強いね。祖父母が九州出身の人なんです。そのせいかもしれません。これよく聞くけど、ほんとどうなの？九州出身でもさ、お酒弱い人とかいるでしょ、絶対。そんなことない？まあ、九州出身だけどお酒弱いよって人はコメントで教えてね。九州の人。だから父も大酒飲みで、会社でも毎晩のように付き合いで飲んでるそうです。毎晩飲み食って。なかなか金持ってないとできないんじゃないの？どうなの？ご両親はどこに？両親は神奈川の田舎にいます。実家は電車で1時間くらいかな。結構遠いね、それは。だから今は一人暮らしです。お父さんとは飲んだりするの？え？お父さんと？あはは、まさか、なんか、仲悪いのか、もしかして。あ、ごまかした。こいつ酒でごまかしてますよ。皆さん。はぁ、お酒が美味しい。いや、なんかあんまり家族といい思い出ねえのかな。てか、お父さんと仲悪いのかもしれないな、こいつ。今夜は春子ちゃん、なんだか酒が進むな。実は、父とは、もうしばらく喋ってないんです。ほら。そんな感じはしてたよ。え？喋ってない？いや、今のスタッフの雰囲気でわかるだろう。お前何年探偵やってんだよ。そんなバカみたいな。え？みたいな。そうなの？みたいな。あ、でもさ、逆に女の子と会話するときはそういうリアクション大事にした方がいいのかもしれない。あ、勉強になるわ、これちょっと。勉強になったわ、今。別に、嫌ってるとかじゃないんですよ。ただ、なんとなく気まずいというか、なんかあったの？わかるわかる。いや、わからねえだろ、お前。なんでわかんねえ。女子か。気持ちはわかるよ。子供が大人になるにつれ、両親とはなんとなく会話が少なくなっていくことはある。お前、中学生の時親殺されちゃったから、ね、あんまねえだろ、そういう経験。はい、物語の情はね。両親殺されちゃってるんですよ、八神探偵は。はい、ただ、ちょっと理由があって、私、高校生の時に父と大喧嘩をして、それ以来、口を聞いてないんです。大喧嘩。原因は？大学進学したら、一人暮らしをしたいって言ったら、それがきっかけで大喧嘩になっちゃったんです。いや、娘のことが好きなお父さんで一緒にいたかったのかな。どうなんだろう。アルコちゃんのことが心配だったのかもね。だと思います。結局父の許可を得られないまま家を飛び出して一人暮らしを始めて、仕送りとか受けてないのかな。だからもう2年くらいちゃんと喋ってないかな。実家にはちょくちょく帰ってるんですけど、父とは顔を合わせてもなんだか話す感じじゃなくて。なるほどね。そうなんだ。いやでもそれはちょっとな、なんかあった時とかに後悔することになるぞ、春子。でも父は大学のお金も一人暮らしの費用も出してくれてて。え、そうだろ、お前それは感謝しろよ。ふざけんなよ、舐めてんのこいつ本当に。一人暮らしにも全然干渉してこないですし、なんだかちょっと申し訳ないなと思ってます。じゃあ謝ろう。それは君が春子が悪いでしょ。謝ろう、お金出してもらってんだから。いいお父さんなんだな。そうですね、そうかもしれません。お酒が入ったからかな。結構自分のことを喋ってくれたな。そうだね。珍しいかもしれない。ただ、私のつまらない身の上話なんかより、八神さんのこと聞きたいです。俺の話聞く？最近18歳下の彼女ができたんだけど。女子大学生で、春子ちゃんと同い年なんだけど。彼女いるのにガールズバー来る男とはどう思うとか、その辺聞きたいんですけど。ほらほら、もっとお酒を頼みましょう。もうやめてくれ。まあもう4なんだから。ああ、半分ぐらい来てんだから。
ああ、じゃあもう一杯もらおうか。これ結構酔い回るな。ハルコちゃんと結構仲良くなれた気がする。あることの有効度が上がった。ああ、これで鍵が解消されるんだね。なるほど。わ、エミリー。ハルコ、なんか盛り上がってるね。ちょっと興味持ってくれたのかな？これもしかして。あ、エミリーちゃん。これ来ましたよ。早速チャンス取れ。おいおい。口元のその緩みをやめろ。ハルコに失礼だろ、お前。まあ、その、なんていうかね、もともとここの、ガールズバーに潜入してるユースドラマの目的なんですけど、この今いるエミリちゃんっていうのがいるんですけど、この子のところに清涼高校のうちの生徒が客として行って、その客の生徒がなんか、俺は、なんだっけ、プロフェッサーの正体を知ってるんだみたいな話をしたらしくて、その生徒が実はでも偽名とかを使ってて、偽名とか年齢詐欺詐称もしてたのかな？してたんだけど、その生徒が誰だかわからなくて、このエミリちゃんと仲良くなって、その生徒のことをね、探ろうっていうのが、今回の本来の目的なんですけども、なかなかね、このエミリちゃんって仕事ができる子で、全然お客さん、まあガールズバーに来てくれたお客さんとは、話した内容とか他の客には喋ったりしない、すげえ超秘密主義者でいい、まあガールズバーの社員としては、社員ガールズバーの店員さんとしては、まあ、優秀な人なんですけどね。まあ、完全に滝川クリステルにしか見えないんだよね。君、エミリちゃんだよね。おい、ハルコと話してる途中だろ、いいのか？あ、私のこと知ってるんだ。ほら、もう滝川クリステルの若い時にしか見えねえ。おもてなしの人だね。噂を聞いてね、話してみたいと思ったんだ。そうなんだ。あんまり興味なさそうだな。この女ちょっと上からじゃない？大丈夫？なんなんこいつ、マウント取りやがって。やがみだ。私のこと、私と仲良くなりたいのみたいな感じがちょっと腹立つわ。俺、ヤガミって言うんだ。よかったらこれから、あ、相手にされないパターンだろ、この点々点は。エミリちゃん、お酒、お、モリエ、モリエ、ふざけんね、邪魔すんねお前。なんでだよ。今、いいタイミングだったろ。こいつ空気読めねえな。ふざけたガラシャツ着やがって、どうせハゲなくせにこの、帽子取ったら絶対ハゲだよ、こいつ。今日悪口が言いすぎてる。あ、はい、ほら言っちゃった。あ、それじゃねえ、なんとかさん名前すら覚えてもらえてない。つら。あはは、しょぼん。完全に森のせいだ。あいつ敵か？あいつアンチか？あ、すみません、エミリー、ちょっと天然というか自分に正直というか、いや今のは森さんが悪いよ、完全に。名前も覚えてくれなかったな。俺に興味ないって感じだね。うぬぼれんのよ、ヤガミたんて。ちょっとうぬぼれすぎだぞ。ちょっと自分の顔がいいからって。ちょっと自信過剰には良くないよ。謙虚に行こう。あはは、隠さない子ですから。足しげく通ってなんとか興味を持ってもらうしかないな。これで一回目は終わりか？あ、一回出されるね。やばい、待って。もう酒のマックス度9なんだけど。え、こんなに？え、じゃあ結構酔っ払ってるから、これ酔い冷ましてからまた行かなきゃいけないじゃん。うわ、ダリーマラソン大会するか。いや、酔っ払ってる。操作がやばいんだが。マジかよ。ちょっと皆さん酔い冷ましてくるんで待っててくださいね。お待たせしました。やっと酔い冷ましてきました。街のね、雑魚たちをね、戦って、で、なんか酒飲んでる時の酔い度が8以上の時に出せるヒートアクションがあるんだけど、あ、それをやると一発で酔いが覚めるんで。来てくれたんだ。え、エミリちゃん俺のこと知ってんの？あれ？結局またハルコのとこに通されんな。エミリちゃんの前ずーっといるじゃん。何？今にそっちに行くとまた今度ね。またか。とりあえずハルコをクリアするしかないな。ハルコちゃん。ヤガミさん。しょうがないく。ヤガミさん、何にしますか？あっとね、このプリムフラワーがハルコは好きらしいんだよね。とりあえずこれ頼もう。で、前回なんか少しいろいろ話をして鍵が解けたんで、またこの鍵が解けると物語が進むのかな。だからその途中の話はカットしちゃおうかな。鍵のとこに来ましたね。これまた今好感度が上がったから、ヤガミさん、何
にしますか。あ、いや好感度上がってるから多分ね、これもう一回店を出てもう一回入ると多分イベントが進むな。 OK 一回出よう。これ出たり入ったりめんどくせえな、ま、これはもうちょっとなんか進め方考えてほしいな。あ、もう入ったら急に始まったね。ところで、あれ他の店員さんは、これまた入ったり出たりするたびにチャージ料の2000円取られるんですよね。まあ別に矢神探偵金持ってるからいいけど、もう一回でちょっと済まさせてほしいよな。それが今日は他のみんなは用事があるみたいで早く上がっちゃったんです。まだ朝だけど、大丈夫この店。どういうこと？エミリちゃんはシフトに入ってるはずなんだけど、今日は寝坊かな？まったくマイペースなんだから、いや、まだ午前中だよ、多分この今時間帯的に。ってことはワンオペか。大変だな。ワンオペってのは一人で。森さんが一人で暇そうにしてるの面白いな。あいつこの間邪魔したからあいつは暇にしといていいよな。狭いお店なんで一人でもまあなんとか回せますよ。ハルコちゃん、注文いい？おー、俺がハルコと話してんだろ、森。ほんとこいつ、邪魔ばっかしてくんな。あ、はーい。矢神さん、すみません。ちょっと失礼しますね。すぐ戻りますので。あ、頼むぜ。あんなハゲ散らかしてそうな親父の相手なんか後にしてくれ。あ、森は邪魔しかしてこねえな。え？誰誰？なんか怖そうな人いるな。あ、いらっしゃいませ。部長、ここ、やっぱ普通のバーじゃないっすよね。ヒック。まあまあいいじゃないか。へへへ。よくないですよ。俺、帰っていいですか？いかんぞ、川崎くん。まったく。君は堅物だな。これ業務命令だ。ヒック。パワハラだな、完全に。もうこの会社辞めた方がいいぞ。こんな、こんな眉毛が釣り上がったパワハラ部長いる会社なんて。なんという、ひどい上司だ。本人の目の前に言えるんだ。それはまあ、それでいいかもしんないな。いや、でも、ワンオペしかいないのに、よう、てか、なんでそんな、襟出してんの。こいつやばいな、川崎くん。襟出しすぎでしょ、ホストか。いいかね、川崎くん。たまには若い女性と話すのもいい刺激になるのだ。完全な犯罪者みたいな顔してんな、この部長。こいつなんか裏で悪いことやってるだろう、絶対。売春とかしてそうだな、この顔。オスとしてのなんだ。オスとしてのなんだ、本能みたいなものを刺激されるとだな。こう活力が湧いてくるんだ。若い頃に感じたようなムラムラとしたものがな、こう、ボンタンのあたりだな。やめてください。恥ずかしい。ヒック。川崎さん、シャツ出しすぎだね。矢神探偵、なんでそんなジロジロ見てんだよ。さすがにそれは失礼だろ。川崎君、出張の時ぐらい、たーっと遊ばないと、つまらない人間になってしまうぞ。ヒック。そこの若い男前くんもそう思うだろ。話しかけられた。だるいやつに話しかけられた。はあ、え、はあ。超迷惑そうじゃん。すみませんね、ヒック。二人とも随分と酔ってるな。いらっしゃいませ。ご注文は？ん？え、知り合い？え？知り合い？お、お父さん。え？こんなに若いの、お父さん。マジかよ。え？まさか、ハルコちゃんのお父さん？あの堅物だっていう？なんで堅物なのに来てんだよって思われちゃうよな。まあ、いくらこの隣の部長が無理やり連れてきたからと言って。ああ。君誰かに似てるって言われない。え？芸能人かな？ダメだ、今日は酔いすぎた。記憶が気づいてない。嘘だろ。そうなんですよ。女優の三山あゆ子じゃないですか。誰だよ。すげえおばさんっぽい名前だけども。よく似てるって言われるんです。あー、わかるよな。部長、わかります？ぐご。寝てる。まだ朝だよ。今、店入る前に確認したけど、午前中だからね。こいつら午前中から仕事もしないで飲んでんのか。クズだな。ああ、部長、寝ちゃったよ。ほら、起きて。部長、女の子がいますよ。グゴ。朝からこんなに酔いどれてるのはやばいな。
ダメだこれや。まあうるせえからこの方がいいか。ハルコのお父さん胸元開けすぎだな。襟もスーツよりも襟の方がでかいからね。こんなシャツ選んで出張行くんじゃねえよ。マジで。面白いな、見るからに。あ、なんか合図された。うん？なんか合図してきたね、ハルコ。お父さんなんだろあれ。あれ、お父さんだよね。はい。はい。たまに出張で偉人場に来るみたいで。多分今日も出張帰りなんだと思います。もう朝だけど。てか出張ってさ、だいたい100キロ以上のこと言わない？さすがに神奈川県内だったら100キロもないと思うんだけど。ハルコちゃんだって気づいてないみたいだったけど。珍しく深酒してるみたいだし、私家だとすっぴんで上下スウェットだったりするから気づいてないのかと。すっぴんすると今よりひどくなるのか、ハルコ。今、あ、ごめんごめん。つい口が悪くなってしまう。あんまり可愛くないからな、ハルコ。まったく。にしても自分の娘に気づかないとはな、相当酔っ払ってんな。どうして堅物の父がガールズバーなんかに、部長って人に無理やり連れてこられたみたいだったよ。そういうことですか。どうしよう。接客しないわけにはいかないんですが、あまりおしゃべりしすぎるとバレちゃうかも。これアシスト出すのから、矢上探偵が。他に店員さんいないんだよな。困ったな。あ、そうだ。なんか嫌な予感がするんだけど、大丈夫かな。矢上さん、二人で協力して、チキンストを飲ませまくりましょう。ダメだろ、そんなことした客に。酔いが冷めないように。まあいいけど、お父さんお酒かなり強いんだよね。あ、そうだよね。九州男児だとか言ってたよな。ええ、30分もお酒が入らなければアルコールが分解され始めて、普段のテンションに戻り始めるくらいには。とんでもない胃袋して、あ、肝臓してんな。マジかよ。そんなにか。そんなやついるか。ですが父をおだて乗せて、お酒を飲ませ続ければなんとかなるかもしれません。わかった。おだてて乗せるか。よし、わかった。わかっちゃった。いいのかな、こんなことして。てか、ハルコのお父さん結構若くない？これなんか点滴し出るやつか。ご注文の品です。おう、ありがとう。にしても君、やっぱ誰かに似てるな。なんだか他人じゃないような。あ、そうだ。メガネがカバンの中に。目が悪いんだ。おっと、ハルコちゃんから気をそらさないと。あと、お父さん。それは勘違いされちゃう。あ、失礼しました。じゃなくて、川崎さんって呼ばれてましたよね。ん？あ、しがないサラリーマンだよ。矢上です。俺は矢上と言います。せっかく隣同士なんで、一緒に飲みません？いいアシスト。それもそうだな。一人で飲むのは面白くない。若い女性で二人で飲むのはなんだか気が引けるしな。意外と紳士なんだな。さて、川崎さんの酔いが冷めないように飲ませ続けないと。なんか話題を振ろう。うわ、これ選択肢出るやつだな。どうだろう。娘さんはいるんですか？これは悪いアシストだな。完全に娘を思い出させてしまうようなフレーズだね。あれ？お前、ハルコかみたいになっちゃうから。男前ですね。もう違うような気がするな。でも、こんだけ胸元と開けてるから。そういうの言われたいのかな。でもまあ無難なこれにしとくか、たまには。まあちょっとね、これを見たい気もあるんだけど。ちょっと今日は出張だったんですかにしとこう。今日は出張だったんですか。そうなんですよ。部長と二人で取引先に先日のミスの謝罪をしに。なるほど。それは大変でしたね。はあ、本当ですよ。部長のミスなのに俺が悪いみたいなことになってしまって。やっぱこいつゴミだな、この部長。グゴ。しかも酔いどれて寝てるし。だったら今日はうさばらしにパーッと飲みましょうよ。それもそうですね。よし。おお、いい飲みっぷりですね。でもまだまだいけるでしょ。これこっちが酔いつぶれないか心配になってきたな。おうおう、店員さん、どんどん持ってきて。はーい。ふう、ついつい飲んじゃうな。矢上さんが飲ませるの上手だから、もう二人とも泣くしかよ。さっき会ったばっかなんだけどな。はそれはどうも。ハルコちゃん、川崎さんにもう一杯。はい。これ、ハルコって本名じゃないよね、さすがに。うん？さっきからなんだか無口な子だな。ガールズバーってのは女の子と喋るのが目的って聞いたけど。え？
ポカーンとしてる。あ、これは彼女日本苦手なんです風邪で喉をやられてるみたいで、どっちがいいかな。いやー、こっちの方が面白そうだな。彼女留学生で日本語が苦手みたいなんです。それはエミンちゃんじゃないの、もしかして。ほう、留学生どこから。フィリピン。フィリピンっぽくねえだろ、どう見ても。だったかな。そうです、私日本語苦手ね。あれ、注文取りではもっと流暢に喋ってみたようなバレかけてる。これバットな選び方かな。注文だけは発音を訓練してもらってるみたいで。なるほど、そうか。なんでバレねえんだこれ。危ない危ない。これバットな選択肢なのかな、もしかしたら。ほらほら、川崎さん、酒が止まってますよ。おう、そうだった。しかしね、このくらいの年の子を見てると思い出しますね。思い出す？何をですか？娘のことか？実はね、八神さん、偉人町にはちょいと縁があるんです。この町には大学生の娘がね、住んでるんですよ。喧嘩したって噂の？ハルコ、もうちょっとさ、冷静にしとけよ。お前、顔に出ちゃってるよ。娘さんが、八神さん、話をそらして、伝わらねえよ。どうやってこれ、何、目で合図してんのか。そらせって言われてもな、何で通じてんだよ。そんなバカなのか。反抗期なのか、私の言うことを全く聞こうとしない娘でね。家に帰ってきても、口を聞こうともしない。それは悲しいですね。全く大学の金を出してやってるのは私だというのに、親不孝ですよ、全く。あのバカ娘め。あ、本当はそんな風に思ってたんだ。あ、でもなんかいい雰囲気になったな。でもね、あの子は頭も良くて、器量もいいんです。横浜の国立大学に合格すればいいの、賢い子で。え、マジで？横浜国立国際か？もしかして。え、そうだよね。国立って言ったらそこしかないよな、今、横浜で。え、だからあいつの将来は期待してるんですよ。嫌われても応援だけはしてやりたいんですよ。まあ、いいやつじゃん、お父さん。え、西間春子ちゃん頭いいんだ。え、横浜国立ってそうだよね。多分偏差値60半ばぐらいあるよな、多分。え、みたいな。バレるだろ、お前。娘さんの話はやめましょう。いや、これはもういい話の雰囲気だから、ここは認めてもいいんじゃない？自慢の娘さんなんですね。自慢の娘さんなんですね。ええ、そうですね。誇りに思っています。うわぁ、いいお父さん。お、ハルコ聞いてた？お、ちゃんと帰ったらお父さんの口聞いてやるよ。ったくよ。もうどのくらい口を聞いてないから、もうさっきの話だと2年ぐらいだよね。どうして喋ってくれなくなっちゃったのかな。昔は、お父さん、お父さんってくっついてきたのに。悲しいですね。私が厳しくしすぎたのかもしれません。あの子がね、大学に進学するとき、独立心を鍛えたいから一人暮らししたいなんて言い出しましてね。昔から向上心の強い子だからわかるんですよ、あの子の気持ちは。でも、一人暮らしなんて心配で心配で。まあ、娘の一人暮らしは心配だよね。まあ、男連れ込んだりしちゃいそうだしな。気持ちはわかります。アルコ聞いてるか？ちゃんと。反省しろ。まったく。もっと自由にさせておいてあげるべきなのかもしれません。あの子はもう鳥かごから飛び立とうとしてるんですから。でも、たとえ嫌われようと娘が元気でいるのが一番。それだけで幸せだって思うべきなんです。いいお父さんすぎる。聞いてるか、ハルコ。本当に。いいお父さんじゃないですか。きっと娘さんもお父さんの気持ち感じてくれてると思いますよ。そうですかね。ええ。そうですって。だったらまたいつか昔みたいに、あの子と喋れるといいな。夢だったんですよ。娘と一緒に晩酌するの。あの子がまだ幼い頃からずっとね。その夢が叶ったらもう、僕はもう思い残すことはないですよ。いいお父さんだ。ハルコさん、お父さんに感謝してくれてると思います。だからいつかきっと昔みたいに話してくれますよ。これがきっかけでハルコは家に帰った時多分仲直りできるな。うん。あは、だといいな。あれ？八神さん、私、娘の名前に落ちたっけ？あ、
あ、ええ、ええ、言いましたと思う。そうかな、いかんな、酔っ払ってしまった。危なくバレるとこだったね。ぐっそ、ぐご。お父さんも寝ちゃったな。お父さんが酔いつぶれるところなんて初めて見ました。ああ飲みたい気分だったんだろうね。アルコちゃんのことも語っていたし、誰かに聞いてほしかったんだろうな。そうですね。お父さんと部長さん、タクシーまで送っていこうか。はい。はい。お願いしますね。手間のかかるお父さんだぜ。まったく。ハルコもこれでちょっとはお父さんと仲直りできるんじゃないか？さすがに。ねえ、こんだけお父さんの気持ちをちゃんと聞けたからさ。むにゃむにゃ。二人とも全く起きないぞ。川崎さんの住所はハルコちゃんがわかるからいいけど、部長さんのはどうしたもんかな？実家に泊まってもらえばいいと思います。前々からよく酔いつぶれた会社の人が泊まりに来てたから、あ、そうなんだ。なんか、ハルコ明るいとこに出てきたら結構頬が赤いから酔っ払ってんのかな。まったく。まあ今回はそうせざる得ないかな。ハルコちゃんのご両親に、ああ、ご家族には申し訳ないけど。むにゃむにゃ。こんな酔っ払ってて吐かねえのかな、タクシーの中で。八神さん、今度私、お父さんと父と話してみようと思います。二人でお酒でも飲みながら。ああ、そうしてあげるといい。今度は他人のふりなんてせず、お父さんがちゃんとしっかりしているときに。ハルコ、俺と飲んでくれるって嬉しいな。起きてんのかよ、お前。お父さんもしかして気づいてたの？寝言か？むにゃむにゃ。ハルコ、飲めるようになったんだな。二人で飲めるなんて、お父さんは嬉しいぞ。かわいい、お父さん。ぐご、ぐご。まあ、ハルコの夢でも見てんのかな？夢の中でハルコちゃんと飲んでるみたいだね。お父さんたら、なんかいい感じになってしまったな、話的に。これで終わりなのかな、サイドケース。ああ、ガールズバー戻ってきたな。八神さん。八神さん、今日は本当にありがとうございました。八神さんのおかげで父と仲直りできるかもしれません。あ、思いがける展開だったけどね。まさかの展開だったら確かに。わ、来たな、エミリー。興味持ってくれた俺に。ハルコ、ごめんごめん、寝坊しちゃったよ。こいつこんなラフなキャラだったのから。なんかちょっと毛穴開きすぎてない？言われちゃうよ、アスカキララに。私は毛穴が開いてるやつは嫌いなのって。こないだのあの動画面白かったな。ちくわのね、動画。あ、エミリちゃん、遅いよ。ごめんね。あれ？でも、ハルコなんかいいことあった？なんか今日はいつもよりご機嫌そう。え？そうかな？ハルコ顔丸いな。やっぱカエルっぽいな。楽しいお客さんが来たのかな？ちょっとは興味持ってくれたか？今度は森さん邪魔すんなよ、マジで。本当に。振っとくからな。エミリちゃん、俺、ヤガミって言うんだ。こいつ、鋼のメンタルか、マジで。強えぞ、メンタル。もしよかったら今度飲んでもらえると嬉しいな。うん、気が向いたらね。こいつなんか、小悪魔だな。また森さんのとこ行っちゃうの。もう、また森かよ。ほんとに。いい加減にしろよ、あいつ。あれ？ヤガミさん、エミリちゃんと飲みたいなら、根気が必要ですよ。ああ、そうみたいだね。サイドケース、ハルコの物語がこれで完了しましたと。いやー、なかなかだね。ハルコとの友好度が最大になり、常連度が上がった。これを繰り返していくことで、エミリちゃんに気を引いてもらうことができるのかな。多分ね。でもまたあと二人いたよな。あいつらもクリアしていかないといけないのかな。一波ランあったけど、一波ランでいいのかな。お父さんのおかげで、ハルコちゃんと打ち解けられた気がする。そうだな。エミリちゃんにはあまり相手にされなかったけど、また今度ガールズバイトに、行ってみるか。ガールズバイでハルコと話す。うわぁ、5万円もらえるのなんで？あれ？こんだけもらったら帳消しだな。ガールズバー通った金額。うん、そうだね。まあ、結構今回は長くなっちゃったんで、この辺にしとこうかな。うん。で、次どうしようかな。てかこれ、指導力上がった今思ったけど。あんま上がってない気がするんだけど。上がってんのかな？どうだろう？ちょっと見てみないとわからんないけど。でもガールズバーの進行度は 40% の変わらないんだね。
進行度ってどういう感じなんだろう、いまいちちょっと分かりづらいんだけど。はい、まあ、とりあえず今回はこの辺にしとこうかな。次回どうしようかな。ちょっとスケボーとかもうクリアしてるんだけど、その辺プレイしてアピール力を上げてダンス部できるようにやっとこうかな。まあその辺ちょっとまた次回ちょっとやった時にね決めようかなと思います。メインストーリーはちょっとまだ進めないと思いますんで、ユースドラマのどれかをやっていこうと思います。はい、では皆さんね、長々とご視聴いただきありがとうございました。よかったらねチャンネル登録と高評価、コメントもどしどしよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。